プログラムエラー PT1、これ海外の方が作ったマップで、これセクター1を押してみるわ。セクター1を押してみる。あ、来た。え、なにこれ。 Watch your step、 足元に気をつけろ。 Only 6 of these channels, 8 stable。 OK とも9に来い、9に起き出したぞ。ちょっと考えますなら、ちょっと考えよう。こういう時はね、数字並べてみるのが早いんですよ。OK、 アンロックドレベル、次9いきましょう。Again、 もう一度。The dead here is masked, finds hidden、 隠れてるパスセクター10。あ、あったね。暗号は簡単に見つかるな。セクター9の暗号は7、7だね、7、7。セクター9が7だ、7。おとも、あれなんだこれ、あれじゃないとも、またスプレー出していった方がいいんじゃないか。多分さ、そうだね、そう、出していこう、出していこう。それでちょっと地道に探していくしかないわ。こっちはあ、こっちいけんじゃないとも、そっちいけんじゃない出せる、そっち。来たー、こっちだ、こっち、間違いない、間違いない。チェックポイントだ。うわ、もう戻れないぞ、とも、これ。戻ったら分からなくなる。オッケーオッケー、段差、段差ある、段差ある。段差ジャンプ。来た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 、こうだ、こうか。ここしゃがむんだ。オッケー、しゃがんで進んでいくぞ。お、いいぞいいぞ。慎重に行くぞ、慎重に行くぞ、慎重に行く。ここで落ちたらもったいないぞ。よし。せっせっせっせ。おい、いける。きたー！ You only have a short time to view the access key. To view the access key. Use it to navigate the sector.X marks the firewall to this sector. Avoid it at all costs. Your starting point is marked by the player figure. 何のこれ暗号なんだこれ。×印があって進むと穴があるね。で、×がある、×がある。で、矢印があって、×があってみたいな。×は危険なのかこれ、もしかしたら。プレイヤーのフィギュアでマークされてる。だから、出発点はここなんじゃないの要は。あ、待って、待って。えトモいるぞ。え、ってことはさ、え、トモそれまっすぐ進めるそれ。あ、え、トモいるじゃん、ほら。え、でもこれいけるのか ?1 から4プレイヤーズだから、なんかトモがマークで見えるんだよね。トモちょっと左進んで、左。左、左いける？あ、いいぞいいぞいいぞ。なんか矢印通りになってるわ、ほら。トモなんか×印あるぞ、その奥。なんだこれ、どうなってんだ、これ待って。トモートモがさ、一緒に移動してみようぜ。なら一緒に移動してみよう。一緒に移動したらいけるかもしれない、ワンちゃん。来たー、はあはあ、こんな感じなんだ。こっちから来たからこうか。で、多分危険なエリアがあったんだよ。で、こっちかこっちでしょ。で、多分こっちだったんだよね。セクター10の暗号1ね、動画班。セクター10の暗号1。こう来るでしょ。多分こっちなんだよ。こっち多分合ってるっぽいな。で、多分こっち危なかったんじゃなかったっけ。なるほど、だから、うわ、やられたわ。トモが行っていいわ、そっち。トモ行っていいぞ、トモ行っていい、トモが行っていい。トモが下の方行け。僕が C 出すわ、僕が C 出す。そうなんだよ、放置しても勝手にワープしたもんな。なぜワープしないんだよ。おい、どうなってんだよ、フォートナイト。トーマとシラス入れて4人でやるか、もう一回。そうやな、それで行こう。はい、ということで、戻し作業をしていきます。そこ危険、そこ危険。オッケー。タグで教えてあげよう、タグで教えてあげよう。そこまっすぐ行け。でもそこ曲がると危ない。そこ曲がっちゃダメだよ。曲がっちゃダメだよ、そこはね。オッケー、オッケー。そっちでいい、そっちでいいわ。そこら辺曲がれるか。そこら辺曲がって、もう一回曲がれる。そこら辺曲がれる。オッケー、オッケー。合ってる、合ってる、合ってる、合ってる。で、左曲がっちゃダメだよ。ずっとまっすぐ、ずっとまっすぐ。まっすぐでいいよ。そこまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。ずっとまっすぐで、そこら辺右曲がれる、右。右曲がって、まっすぐ行って。まっすぐでいいよ。まっすぐまっすぐ。そうそうそう。タグして。で、そこ右右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 右。そこそこまっすぐまっすぐまっすぐ。オッケー。戻ろう。ナイス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 。来た。問題の11だね。ここら辺？ここら辺に曲がるとこない。まっすぐ。オッケーオッケー。合ってる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 。で、まっすぐでいい。まっすぐでいい。まっすぐ行って、あそこ、危ない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 。ここ無理、ここ無理、ここ無理だよ、ここ無理だよ。え、そっちしか進めない？こっち方面進めないか？こっち方面。ともそっち危ない。ともそっち危ない。危ない。多分やられる、そこ。だよね、だよね。ともやられたわ。まだまっすぐだね。ずーっとまっすぐ行ってもらって、さ、ともを導いていくぞ。もうともがキーマンだぞ。だってさ、この時点でほら、シラスがテレポしなくなってるから、ワンチャンこれともがやられたらもうテレポできなくなる可能性あるからね、全然。またバグる可能性もあるから。そこ曲がって、そこ曲がって、曲がって。オッケー、まっすぐまっすぐ。ずーっとまっすぐでいいよ。でも左とかに曲がれるとこないか、どっかに。あ、危ないぞ、そこ危ないぞ。もうちょっとずつ進んで。そこ危ねえんだよ。そこら辺危ねえんだよ、とも。あ、危ないか。まっすぐ行ける、まっすぐ。あー、おい。ちょっと戻って、そこら辺左ない、そこら辺。そっち。で、気をつけろ。この後あるからね。この後トラップあるから。ちょっとここら辺慎重にね。まっすぐでいい。まだまっすぐ。まっすぐ。そこ左曲がっちゃダメ。まっすぐ進める。うえーい。回避。ナイス回避。そっち。そっち行ったら、左曲がれるか。左。そこ左。オッケーオッケー。いけた。多分いけた。ナイス。これで一応12にはいけるのか。12。来た。はぁいきます。いくぞ、みんな。とりあえず12攻略するぞ。なんだこれどうなってんだ。こっちか。マジか。こっち避けて。よし。待て、もう、気分悪くなるな、これ。白黒でさ、何が何だか分かんないんだけど。見えねえ。見づら。レッツゴー。ジャンプ。オッケー。近づいてきた。I work full time on map mate。オッケー、来た。Have you kept track of the numbers in each sector? Add them up to identify the corrupt data point. Destroy it to repair the system. なんだこれ64、51、お化け、2、謎、無限、34、FL4K、フラッグかな ?11、31、なんだこれここからスタートってことはぁっていう。はぁってでもいい。で、これ、排泄物、47、96、なんだ上のやつなんて言うんだ上のやつなんて書いてるオリモロブなんて書いてんだスパンキーサリって制作者でしょは何これ63、6F、64、65、20、73、70、61、6E、6B、79、73、75、6C、6C、79。何これ何なんだ一体あ、合計してだから足せばいいんじゃないのか今までのデータポイントすべて足せばいいんだよ。ちょ、待てよ。ってことはさ、あれじゃない ?11 とさ、12のさ、謎見つけられてないじゃん。数字見つけれてないから、とりあえず今の段階では解けないってことでしょ。だから11と12にあるどこかのナンバーを探さないと、多分次に進めないんだよ。じゃあさ、じゃあ待って、じゃあ数字って何なのいや、数字見つけんじゃん。で、まあ足した数がさ、まあそれになるとしてさ、この FL4K とかさ、HUH とかさ、この下に書いて右下のさ、63、6F、64、65、どういうことなんだは数字以外にもほら、スパンキーサリーとか書いてる人とかさ、あるわけじゃん。結果的にこれが、そう、無限とかもあんだよね。だからこれ何なんだみたいな感じ。一回さ、リスポーンしてさ、ちょっともう一回やるか。多分11と12探すぞなら。多分それしか多分手段がないわ。次へ行ける。あったらしい。ちょっと見るぞ。あった待って。タイム。落ち着け。ふざけんな。読ませろ、一回。読ませろ数字を読ませんか来た。どこだあった。8か。8だ、8。6です、だって。マジか。来た、6らしい。最後の地点のところに6ってあったらしい。もういいでしょ。もうみんな確認してよ。もういいでしょ。だから合計だから足したら、今までの数字を全て足すと、51か。さあ、開けるぞ。51、みんな来たら51打とうか。じゃあ、合計したやつ、今までのセクター1からセクター12までを全て合計したら51になりますと。10持ってる。なんで、51ちょっと打ちたいなと思います。で、打てば、確か、破壊しますだから打てばいいんだよ。いくぞ。来た !You did it! Great job! If you enjoyed this map, consider... You did it! Consider... Code Puzzler. えコードパズラージジ What？ え、これで終わりなの？やったー、一応クリアじゃあ何なのさっきのやつ。まあ謎は解けたから一応これでクリアってことではいいのかな。ただそのでもそっち気にならない？さっきの数字のやつだからなんか暗号化されてるんじゃないのこういうのって。はい、ということで一応マップはクリアしました。マップは一応クリアという形なんですけど、やっぱりねちょっと僕はここが気になるなと。なんかこう隠されたメッセージがあるんじゃないのかなっては思うんだよね。別にだからここを打ったらなんかなるとかそういう問題じゃなくて、なんかの言葉が隠されてる可能性もあるんじゃないのかなと。はい、だから制作者さんがなんか伝えたいことがあるんじゃない？本当にこのマップをやって本当に伝えたいことみたいなのがあるかもしれないし、別の例えばさステージ3に隠しルートがありますよみたいなことが書いてる可能性もあるよね。ちょっとそこは分からないんですけど、だからこれ上に、まあ画面の下から書いてると思うんだけど、その数字がありますよと。プラス、まあ今までの各セクターごとの数字も書きましたと。なんか腑に落ちないな腑に落ちないな。なんでだろうはい、ということで、ちょっとわかんないんで、任せます。あとは視聴者の皆さん、よろしくお願いします。考察班、動いてください。ちょっと無理ですね。一応、僕は一応提示はしましたね。一応、なんか、暗号こんな感じだよってなったんで、おそらくこのマップやらない人でもわかるんじゃないかな、みたいな。一応、この画面見ただけでもわかるようにはするんで、はい、ちょっと見てみてください。よろしくお願いします。と一応クリアはしたんで、ぜひともね、皆さんやってみてくださいという感じですね。もしかしたらマップの中にまだ隠されたやつがあるかもしれんからな。はい、ぜひとも、これ見て面白いと思った方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで皆さん、お疲れ様です。バイバイ。はい、ということで、一応動画終わったんだけど、その後にですね、一応生配信ずっとし続けてみんなで考えてみた結果、うちの動画班のゼノが、解読できましたって言って、僕にディスコードで送ってくれたんですよ。で、まず、なんで分かったのかっていう話からすると、文字列あったじゃん、列が。63、6F、64とか。あれをすべて16進数、そう、16進数で変換することができるんですよね。はい、要は21以上の数字は全て16進数ので文字とかに変換できるんですよ。なので今回16進数で1個1個その変換してみたんだよね。で21以上の、数字が16進数なんで20は今回含まれないと。20だけは要は含まれなかったんだけど、残りを16進数で変換した結果、コード X、スペースでね、コードスペーススパンキーサリーと、はい、いう形になるみたいです。でさらにそれをネットで検索したんですよ。コードスパンキーサリーって検索した結果、そこのそのスパンキーサリーって人のコードが出てきた、マップのコードが出てきますと。結局じゃあ FLAK って何なんだろうみたいな感じもするけど、他のもなんか気になるんだけど、他のはもうみんなで考えてくださいもうとりあえずその今までのそのなんか書かれてた数字を全て解読した結果、コードスパンキーサリーになりましたよっていうこっちでしたね。素晴らしいです。ゼノお前よう考えた。マジで動画班のゼノ君に皆さん本当拍手喝采ですね。拍手してください。素晴らしかった。かかったね。めっちゃかかった。マップ自体はめっちゃかかりましたよ。めちゃくちゃ難しいマップだったんで、ぜひともお友達さんとやってみてはいかがでしょうか。一応そういう感じでしたね。素晴らしいですね。はい、ということで、こんな感じです。お疲れ様です。バイバイ。